新橋でワンコインで食べれて美味しかったお店をピックアップしてみました。新橋は夜になるとほとんどが飲み屋に変貌しますが、飲みに行くわけじゃないけどサクッと何か食べたい、そんな安くて美味しいお店や節約している人の参考になれば幸いです。ちなみにルールとしては、自分が行ったお店で税抜きで500円までの食べ物があるお店ということにします。1ステーキ亭、写真はステーキ亭のステーキセット500円です。ご飯は大盛り無料にできますが、お肉 120g なのでもっとがっつり食べたいという方はトップステーキというのが1000円であるのでおすすめです。お肉が 300g になりますのでかなりの満足感です。上に乗ってるバターと一緒に食べると美味です。いきなりステーキは一番安いミドルリブステーキでも 1G6.6 円なので 300g で1980円、さらにライスとかをつけるとプラス350つぶらなので半額以下の値段でステーキが座って食べれると考えるとかなりコスパはいいんじゃないでしょうか。カウンターと2つほどのテーブル席なのでタイミングによっては並ぶかもしれません。注文は食券です。2どんぶり丸、写真はどんぶり丸のオホーツクどんぶり500円です。かなりいろんな種類の海の幸どんぶりがありますので正直迷いますが、個人的におすすめは写真のオホーツク海どんぶり、ネギトロカニイクラどんぶり、ネギトロウニイクラどんぶり、魚菓子どんぶりなどです。新鮮な魚介をふんだんに使っていて美味しいのでかなりコスパがいいと思います。全国かなりいろんなところにありますが、お店によってメニューが多少異なります。一度日曜日に行ったら閉まってることがありました。オプションでシャリ大盛りプラス100円、ネタ大盛りプラス200円、シャリとネタ大盛りプラス300円があります。3うなとと、写真はうなととのうな丼500円です。この値段でふわふわの炭火でいい感じに焼いたうなぎがいただけます。ただこれだと少し量が少ないのでおすすめはうな丼ダブル1000円です。メニューもいろいろあって特上なんかでも2000円以下で食べられます。お店はカウンターで結構女性の方も多いです。4岡村屋、写真は岡村屋の肉飯並み490円です。吉野家とはまた違った美味しさがあります。じっくり煮込んだトロトロのお肉と甘めのタレがご飯によく合います。豪にやんま、喉越しのいい定地のもちもち麺が美味しいです。おすすめは鳥天、写真は鳥天丼で450円、鳥天が美味しいです。天ぷらうどんもおすすめですが、お店はお世辞にも綺麗とは言いづらいですが趣があって良いです。外の食券機でチケットを買ってから入ります。立ち食いです。置いてあるのは天かす、一味、七味、醤油、ニンニクなどです。天ぷらうどんは500円でエビ、インゲン、鶏の天ぷらが入ってます。